皆様こんにちは。こんにちは。どえりゃ人じゃわ。合ってましたか。ちょっと違う。ちょっと違う。本当に大勢の皆様、こうしてお運びをいただいて本当にありがとうございます。健介さんもさぞ勇気づけられて力をいただいていることと想像します。私は瀬戸内海挟んで普段香川におります。親戚も今日も運んでいただいているんですが、玉野市に親戚がおりまして、まあ夏休み冬休み一緒にいとこと遊ぶのが楽しみで、それで岡山弁が好きでした。まあちょっとドエリアぐらいしか知らないんですけど、はい、ちょっとしょっぱな外したかなと思いながらなんですが、本当にお目にかかれてありがたく嬉しく思っております。原田さんには本当に頑張ってほしいし、ちょうど15歳違うんですけど、なんかまあ、随分老朽化する以前の私を見てるようなそういう期待感というか、でも今いろいろ苦労してると思うんです。でこの苦労を皆様にお支えいただきながら、どういう形で引き取ってそれを肥やしにして次につなげていくかは、これは一人原田さんが当選するかしないかという問題をはるかに超えた厳しい選挙ほど政治家を育てるものはありません。政治家を唯一育てるのは厳しい選挙です。有権者のさまざまな思いや願いに触れ、そこで現れ磨かれ鍛えられて、必ず原田健介が岡山を代表して日本を背負っている、そういう人材に育つと確信をしています。どうぞその一助に私もなりたいと思いますし、皆様のお力を瀬戸内海の向こうからですが心からお願いを申し上げます。で今日は長くならないようにと思いつつ30分お時間をいただいてまして、今が20分ちょっとです。50分までにやめたいと思います。で値打ちのない話はしませんので、ぜひお付き合いいただきたいんですが、私そうは言っても近くなんで、まあ、15歳離れてると言いましたが、1971年に高松市内で生まれました。両親は今でも70過ぎてパーマ屋をやってるんです。やれてるのかなと心配になる時もあるんですが、おかげさまで元気に2人でパーマ屋やってます。で本当に庶民の方で生まれ育ちました。で当時父親から、純也、この国の政治家っていうのはろくなもんじゃない、だけどお役人が立派でこの国は豊かになった、だからお前もああいう悪い政治家に絶対影響されない立派なお役人になって世のため人のために働けと言われて大きくなりました。でそれを真に受けました。学校出て中央官庁で実際に10年ぐらい勤務したんです。ところが当時私は1971年生まれですから、94年に社会に出るんですね。バブルが崩壊したのが89年90年ですから、当時就職氷河期、それから社会に出て約30年、一度も本格的な好景気を経験したことがありません。いわゆるロストジェネレーションと言われる世代の走りなんです。当時中央官庁にいて父が言っていたこと半分は当たってると思いました。半分は当たってみんな優秀な人たちが真面目に仕事してる。しかしもう半分は何かおかしいと思うようになりました。つまりあらゆることが右肩上がりを前提にできてきた仕組みや制度、これは政治も国会も行政もそして社会の仕組みも全てなんです。2000年代初頭にこの国は人口がピークを打って、今数十万人単位で減り始めてるわけです。去年1年間で80万人減りました。80万人といえば岡山市の人口より多いんじゃないでしょうか。私の言えば香川の隣徳島、人口80万人、つまり去年1年間で岡山市が徳島県が亡くなったのと同じペースで人口減が進んでいるということなんです。ところが政治は昭和のまんまですよね。全く何も変わってない。行政の仕組みも社会の構造もこれだけ時代が変わったのに追いついていないわけです。その狭間で多くの方がもがき苦しんでいると今でこそ私は、まあ、これ時間があれば2時間でも3時間でも3日でも4日でも
何が変わって、どこに矛盾があって、どうすればこの国の見通しをもたらすことができるのか、これを命を削って調べて考え抜いてきた歳月でしたが、当時中央官庁にいた私、そこまで分かりません、そこまで分かりませんが、何かがおかしい。もしかしたら変えなきゃいけないのは政治なんじゃないかと思い立ったが最後。まあ両親には、私対立候補の方は新聞社のオーナーでテレビ局の社長ですから、まあ、例えば岡山に例えて言うと山陽新聞のオーナーと戦っているようなものなんです。 RSK の社長と戦っているという環境下ですから、お前は気でも狂ったのかと、何を偉くなった気がしてるんだと、まあ本当に周囲からは猛反発、猛反対でした。しかしそれでも抑えきれない思いがあり、この世界に飛び込み、そして落選経験も経て、なんとか国会の端っこにしがみつき、しかし初心はぶらさずに、おかげさまでなんとか今日まで奮闘させていただきました。これもひとえに今日こうしてお運びくださっている皆様の表情を拝見して、あ、健介さんが本当に心ある皆様に支えていただいているなということを肌身に感じており、振り切るがえって私もこういう皆様に支えていただいての歳月だということを同じく肌身に感じております。そして長くならないようになんですが、一番の私の今でも抱えている両親の呵責は、民主党政権の3年間で国民の期待に応えられなかったことです。今でも12年経った今でも、あの時に私たちが皆様のご期待に十分添えていたら、その後の政治も社会も随分変わっていたはずなのに、今でも情けないやら、みっともないやら、申し訳ないやら、悔しいやら、そういう気持ちをずっと抱えています。そして特に下野してから12年、当時民主党政権ができた時に投票率 70%、 その後どんなに頑張っても国政選挙で投票率は 50%、 つまり約2割、2000万人の有権者が投票所から足を遠ざけられたんです。安倍一強政治だなんだいろいろ言われますが、この一強政治の最大の支持基盤は国民の低投票率だ。私はこの2000万人諦めて、がっかりして、失望して、投票所から足を遠ざけられた2000万人の方々に届く言葉と思いと、そして政策を私どもが用意をして提供をして、再度呼びかけることがなければ、はっきり申し上げて、私たちが選挙に勝つとか勝たないとかどっちでもいいんです。この社会を、時代に合わなくなったこの社会をどう正しく変革をしていくのか、それは今の安心と将来への希望にどうつながっていくのか、そこに、その一点にかかっている、その使命感なり責任感を持って今本当に歯を食いしばって頑張ってまいった、特に下野してからの12年間でした。しかしここへ来て、もう今更何をとおっしゃるかもしれませんが、この間の裏金問題をめぐる政治の腐敗ぶりがたるよ、目を覆うばかり、耳を塞ぐばかり、総額で6億ですから、過去のロッキード事件が5億、リクルート事件が6億、そして今回が6億、そしてこの裏金に手を染めた人たちは80人に余るわけですから、裾野の広がりたるや、ロッキード事件、リクルート事件をはるかに上回る。そして私がまさに目を覆いたくなったのは、誰も責任を取らないことです。誰も真相究明に本気で取り組もうとする人が一人もいないことです。国民はみんな税金払ってます。必要経費は領収書を添えて申告するのが当たり前です。なんで政治家だけ非公開で非課税なんだ。非課税なら公開しろ、
公開できないなら課税だ。国民の常識からかけ離れたこの永田町を怒りや憤りを持って改めて眺めておられる国民はたくさんいらっしゃる。この裏金問題はひどいということが一つ、そして彼らがいかにこれを甘く考えているかということが一つ。ちなみに今回の一連の問題で80人が手を染めたと申し上げましたが、離党勧告を受け厳しい処分を受けたのはたった一人です。同列に比較できませんが、私初当選させていただいたのは郵政解散の時でした。郵政解散の時に小泉さんは当時、郵便局さえ民営化すれば日本は良くなるかのごとく幻想を振りまき、今逆に郵便料金これからものすごく高くなります、集配も随分日数時間がかかるようになりました、これは民営化とどういう関係があるのかないのか、これはこれでよく検証すべきだと思いますが、当時それはおかしいと自民党にいながら声を上げた議員がたくさんいました。党の方針に従えないと宣言した議員のうち除名されたのが10人です。離党勧告を受けたのが30人です。合計40人の人たちが自民党から当時追い出された。今回のこの80人の6億は離党勧告がたった一人です。いかに彼らがこれを甘く考えているかということが2つ。そして私は実は最大の問題だと思っているのは、岸田さんは派閥を解消しました。派閥から金と人事を切り離すと言ったのです。じゃあ聞きたい。いかに派閥は金と人事を通してこの間の政治にどのような影響を与えていたのかということです。おそらく誰でも大臣になれる。パーティー券を売り上げすればみんな出世できる。そしてその半分以上は裏金としてポケットに入る。こういう政治がけしからんとか悪いとか軽く考えているのはもちろんそうなんですが、それ以上にこの30年日本の社会を遅らせ政治を歪めてきた、その正体本体がこの金権政治であり裏金政治だったんじゃないか。この裏金によって日本の政治が歪められ、それによって社会が遅れてきたんじゃないか。ここにこそ私は問題の本質が潜んでいると強く感じています。昨日今日も政府がだいぶ為替介入をして1ドル160円を割り込んでいたものがこの週末157円ぐらいまで戻ったようですが、焼け石に水ですよね。申し上げた人口減がこれから今80万人毎年100万人単位で数十年続くことが想定されています。これ自体はいいことなんですが、とても人生が長くなり長寿化が進んでいます。同時並行で激しい少子化が進んでいます。戦後生まれの団塊世代の諸先輩方、同級生は250万人です。その子供たちである私たち、同級生は200万人です。今生まれてきている子供たち、年間70万人です。当時日本社会が原型が作られた1950年代、高齢化率は 5%、 年金受給世代は国民100人のうち5人でした。今 30% です。やがて 40% の世の中を迎えます。つまり全国民100人のうち40人が年金受給世代だという時代へと突入していきます。これによって持ちこたえられなくなっているのが日本の社会保障制度です。少ない高齢者、多い現役世代、さらに多い子どもたち、
という人口構成を前提に作られた社会保障制度ですから、今や多い高齢者、少ない現役世代、さらに少ない子供たち、まるで前提が逆回転しました。社会保障はグラグラと揺さぶられています。そしてこの矛盾を全て引き取ってきたのは莫大な財政赤字です。すでに1000兆円を超えました。毎年20兆30兆のペースで拡大し続けています。これにより金融政策をほとんど動かせなくなりました。これだけ毎年物価が上がっているのに金利が全くつかない国は日本だけですから、通常物価上昇を見た中央政府、中央銀行はまず金融政策を正常化することでこのインフレと戦います。ところが預金に金利をつけるのが王道なんですが、預金に金利をつけますと困るのは住宅ローンを含めて借金をしている方ですね。でしかし日本で一番借金を抱えて困っているのは誰ですか。日本政府じゃないですか。これはひとえにこのインフレ下にあって金利をつけないということは、つまり政府の利害で政府のために国民生活を犠牲に追い込んでいると言っても過言ではない。そしてヨーロッパでもアメリカでも金融政策は正常化してますから、この金利のつかない円を持っていればどんどん目減りしていきますよね。円を持っている人たちに対する虐待と言っても過言ではない。そうするとどうなりますか。円は叩き売られ、アベノミクスが始まる前1ドル70円でしたから、今160円、半分もないんですよ、円の国際的な価値が。そしてこの安くなった円で何を買ってるか。日本は今でも 90% の油を買わないと、エネルギーを輸入しないと、この電気も空調も動きません。そして7割近い食料を海外から輸入しないと、スーパーには物が並びません。なぜもっと再エネを中心にエネルギーの国産化に本気になってこなかったのか。なぜ農林水産業を本気で支援して食料を少しでも自給できる国を目指さなかったのか。安くなった円で高くなった油と食料を買ってるわけですから、毎年毎月目に見える形で物価が上がっていくのは当然のことなんです。そしてすでにお話がありました、物価が上がるのに年金が上がりませんよね。給料が上がらない、これも私はこの30年圧倒的に非正規雇用を拡大し続けてきた政治に責任があると根本的にそう思っています。例えば昔派遣労働は通訳士、タイピスト、本当に技能を持った特殊な労働者の方に限って認められていました。雇用は人の暮らしと人生を左右する契約ですから、直接雇用の無期雇用が原則なんですね。しかし小泉安倍両政権の下で派遣法は全面的に改悪され、今や製造現場からサービス業に至るまであらゆるものが派遣労働でいいことになってしまっています。働く人たちの寄って立つ基盤をこれだけ弱体化させて、口先だけで賃金上げろ上げろと言ってるわけですから、上がるはずないじゃないですか。人口減、高齢化、少子化、社会保障の痛み、莫大な財政赤字、円は叩き売られ、安くなった円で今でも食料とエネルギーを輸入に依存し、
そして労働市場を破壊しているがために賃金が上がらない。この30年日本が辿ってきたこの道は運命なのか定めなのか、それとも選択してきた政策の結果なのか、政治の責任なのか。私は明らかに後者だと思います。裏金がけしからん、入り口はそれでいい。しかし出口は、この間これだけ捨て置かれてきたこの社会の遅れを、いかなる政治勢力を国民は手にして確実な改革を安定的に進めていけるのか、そういう大きな局面に私は差し掛かっている。そのことを強く感じております。先週英国イギリスで14年ぶりに政権交代が起きました。一般的にお金持ちや有力者が支持していると言われている保守党政権から、一般労働者階級、庶民、普通の生活者が支持していると言われている労働党政権に変わることで、私はおそらく雇用、社会保障、教育、そして医療、年金、介護、暮らしに関わる政策の優先順位が変わってくることを大いに期待したいと思います。そして政権が変わることには、この政策の変更に勝るとも劣らず、権力は生身の人間が握ってますから、欲も徳も損も利害も離れられない生身の人間がやってるのが政治ですから、この間の森友、賭け、共謀罪、特定秘密保護法、集団的自衛権の解釈改憲、そして今回の裏金、何一つ経緯も事実も明らかになってませんから、こうした海を出し切る、いわばこの国の国民の人事権の行使による人事異動なんですね。10年も15年も同じ人たちに同じ仕事、しかも権限と既得権を持たせてきたわけですから、窓を開けて換気するのと同じです。風呂の水を入れ替えるのと同じです。国民が人事権を行使して国家の中枢の人事異動を強いることが政治を健全に取り戻す唯一の術だと、そう確信しています。最後に、私は12年前まさに下野したその総選挙で、高松の商店街で、まあ、随分太ももを有権者に蹴られたり殴られそうになったり、まあ、それぐらい本当に厳しい選挙でした。当然だと思います。いや、蹴り返したり殴り返したりはしてません。ぐっと耐えてました。それぐらい逆に言うと有権者を失望させ、がっかりさせたということの責任をししと感じてました。その直前、ある大学の講義にゲストで来てほしいと言われ、一通りさまざま学生の皆さんと意見交換をし帰ろうとした時でした。当時の担当教官の先生から渡された一枚のメモ、今でも自室の机の壁に貼ってます。何を書いてあったかというと、イギリス労働党は、まさに今回政権に返り咲いたイギリス労働党は、初めて政権を取った1920年代、不慣れで稚拙で未熟で1年で倒れました。2回目、1940年代3年で倒れました。3回目、ようやく5年10年安定的に政権を運営し、以後国民から政権担当能力のある政党として認められました。だから小川さん、諦めるな、次だよ。非自民政権、細川政権1年で倒れました。民主党政権3年で倒れました。次、絶対に同じ鉄を踏まない。あの失敗、挫折、情けなさ、申し訳なさ、悔しさを全部バネに、正しい社会を変革をするために安定的に政権運営をしていく知恵と決意と、そして一定の経験と、こうしたものを持って、何よりも国民が、俺たちは選択肢を手にして
選択肢を持ってるんだと言える状況を作れて初めての民主主義だと思うんです。その責任が私たちにはあり、ここ岡山の力、あと1分だそうです。ありがとうございます。原田健介さん、もう私は言うまでもなく、本当に若さと情熱と、そしてリーダーシップ、さまざまな運動活動を通して彼の背中にはたくさんの仲間がいらっしゃいます。そしてとはいえ選挙です。なかなかそれだけで、あるいはそう簡単に突破できる壁ではないことも私も経験上よく理解をしています。しかし冒頭申し上げた通り、必ずこの厳しい選挙が、厳しい選挙こそが原田健介を鍛え磨き、そして研ぎ澄まさせて、さらに強靭で、さらに温かく情け深く、終了してくださいと言われました。一番いいところだったんですが、一旦これで、と思います。社会は変わらなきゃいけないとは皆さん思われていると思うんですね。このままいくと本当に戦争になるのか革命なのか不安も感じておられると思います。そしてご本人が言えないことを最後に言ってもすぐ下がります。何回相沢一郎さんが選ばれても変わりません。社会は、日本はもう12期務められて70歳超えられて、もう立派ですがご苦労様でしたと言いたい。お父さんおじいちゃんの代から受け継いできたものを私たちの手で力で皆様と共々に同志として一緒に正しく後の世のためにも、子供さんやお孫さんの時代のためにも、この社会の行き詰まりを正して次世代にバトンタッチしていきたい。どうぞ原田健介さんに今日は本当に皆様ありがとうございました。これからがいよいよ本番だと思います。心からご指導とご支援お願いを申し上げまして、小川からのご報告にさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。皆さんこんにちは。3連休の中日かつ雨はそれなりか、雨イオンの大渋滞などなどは、はいはい、いろんな条件の中でこうやって本当に多くの皆様お集まりいただいて、そして席にも座ることも次に立っていただいている方まで集まっていただいて本当にありがとうございます。そして今来賓の方、小川さんをはじめ富田さん、吉岡さんにも貴重な、なかなか背中に刺さる、背中を後押しをしてくださる話をいただきました。本当にありがとうございます。お金にとらわれる政治ではなくて、人の生活にこだわる政治をやりたいんです。過去にとらわれる政治ではなくて、しっかりと未来にこだわる政治をやりたいんです。お金意識でわしらが全部やってるよっていう政治じゃなくて、市民の皆さん一人一人を信頼して一緒にこの岡山を、この社会を、この日本の未来を作っていく政治をやりたいんです、私原田健介。だけどなぜか2回挑戦に敗れました。でもなぜかそれ以上にありがたいことに、こうして3回目の挑戦に向けて多くの皆さんから力をいただきながら進めることができてますし、今日も本当に多くの皆さんを集めていただきました。改めてこの間の支えをいただきました。本当にありがとうございます。最初に参議院選挙に挑戦をしたのが2019年、ちょうど今から5年前の今の頃、5年前の7月15日には小川淳さんに、当時は岡山の倉敷での個人演説会に私からも何としてでも来てほしいというお願いをして、個人演説会での貴重な応援の弁をいただきました。小川さんからも今のご挨拶の中で、原田はまだ若いと、若
はい、これから引っ張っていくんだということを言っていただきました。本当にありがとうございます。ただあの頃は33歳で初挑戦だったんですが、気がついたら38歳になりまして、これが果たして世の中全般でいうと若いのかどうか、いろいろ悩ましいところもありますが、そして特に今回2回落選をした後で言われたのは、原田君といろんな方に思いを持った方に言われたのは、1回あえて国政からのチャレンジから離れたらどうだということを、実は何人もの思いを持った方からアドバイスをいただきました。理由は皆さんもお分かりの通り、ここで焦ってもう一回挑戦をするんじゃなく、また30代いろんなところで力を蓄え、そして例えば40代50代挑戦してもいいじゃないかということをおっしゃっていただいたんだと思います。それは本当にありがたい話。そしてもう一つ言われたのは、岡山じゃなくていいんじゃないかと。小川さんはでもそんな香川一区非常に厳しい選挙で戦って勝ち抜かれてきて、厳しい選挙が政治家を育てるという今非常にありがたい言葉もいただきました。私のこの岡山一区も厳しい選挙区になるんでしょうかね、全国的に見れば分かりません。それはでもやっぱり一つ、もう一回この30代で3度目の挑戦をしているのは焦りなんですよ。私にとって私の人生で言えば40代50代60代70代80代90代100歳ずっと続くかもしれませんけども、もう今の小川さんの話でもあるように、今もうニッチもサッチもいかなくなっている社会の状況、そしてニッチもサッチもいかなくなっている社会の状況でこの先暮らしていく若い人たちのことを考えると時間がないんですよ。僕が10年20年待ってる場合じゃない。早くこの岡山一区からしっかりと力を蓄えて次の挑戦を果たして政治を変えていく、プラス皆さんのために社会を作っていく、そこに向けて進みたいと思う。そしてやっぱり岡山、地元ということもある。そしてつい先日東京都知事選挙もありました。あの都知事選挙で皆さんもご覧になっているように、東京には東京の課題がたくさんありますよ。確かに合計特殊出生率も東京は 0.99 と1を切りました。華やかに見えたって課題もいっぱいある東京です。私も東京で10年以上暮らしてきて、東京も好きな街の一つです。でもやっぱりこの先の日本全体をどうしていくのかということを考えたときに、やっぱりこの地元岡山、地域の中にあるいろんな課題、地域の中にあるいろんな可能性を政治が支えていくことで日本の社会のこれからを作っていくしかないという思いの中で進んできています。そして私がじゃあなんでそんなモチベーションでいけるのかというと、一つはもちろん皆さん含め多くの皆さんからの支えがある。そしてもう一つは、日々いろんな地域を歩く、日々いろんな現場に行くたびに聞く、それぞれの皆さんのお困りごとの声ですよ。諦めの声、悔しさの声、怒りの声、そういう声を前回衆議院選挙2021年に落選をして約3年経ちますけども、本当に選挙区の多くのところでお聞きをしてきました。そしてもう一つあるのは、そういういろんな例えば子育て、本当にもう孤独な子育て大変だという声であったり、年金が上がらなくて生活が苦しいという声であったり、いろんな声を聞くんだけども、その声をおっしゃる皆さんは全部政治に何とかしてくれって言ってるわけじゃないんですよね。自分たちでできることは自分たちでやるよと。まだまだ例えば私の選挙区の中で学校がどんどん少なくなっていって、今までまあなんとか徒歩で通っていた学生の皆さんが通学バスになるような地域が今後出てきます。もちろんすでに小学生から通学バスで通わなきゃいけない距離に学校がある人たちがいます。この先通学バスにならざるを得ない地域にいるご高齢の方が非常にその地域のお子さんの未来を心配しています。私から見ればそのご高齢の方の話を聞けば、子供のことよりもご自身買い物に全然日々行けないって困ってるじゃないかと。近くにスーパーもなくなる、免許を返納していく中どうやって買い物しようかという、そっちの方が僕から見たらそのご高齢の方の生活心配なのに、その方はその自分の悩みもあるけども
同時にその地域にいる未来の方のことを何とかしなきゃというふうに考えてらっしゃる。やっぱりこういう自分のこと含め、自分の周りのことも含め、社会のことを何とかしようといろんな立場でしている人たちに対して、今の政治は支えになっているのか。政治が何か社会を何とかしようと思っている皆さんに対して少しでも役に立っているのか。さらに言えば、そういう市民の皆さんの力を本当に政治が信頼してやってるのかと思うと、私はそうじゃないんじゃないかなと思う。最初にお伝えした、いまだにお上意識で政治がやるからあとはついてこい、国がやるからあとは何とかしてくれ、そういう話にしかなってないんじゃないかなということを思っています。だからここ変えていきたいです。少子高齢化、人口減少の中で大きく変化を遂げています。本当にバラ色の話ばかりではなくて、厳しい話もたくさんあります。いろんなところに話を聞きに行くと、例えば子どもの育ちに関わる施設をされている皆さんから、その施設の皆さん頑張ってるけど、ボソッと出てくるのは、ああ高齢者のためのことだったらすぐ予算つくんでしょ、そうなのかと。高齢者の施設をされている方に話を聞くと、最近子育て子育てばっかりで、こっちの高齢者福祉の方全然目を向けてくれないんじゃないかと、そういう話をお聞きします。難しい。そこに対してこうスタッとしたいい答えを今すぐガッと編み出せているわけではありませんが、でもまだまだ変われるところはあります。例えば医療の話なんかもそうだと思いますが、今実は日本の場合は、特にご高齢の皆さん、もしかしたらここにいらっしゃる皆さんも、病院に日々通う回数、日本人は世界の中でかなり高いです。めちゃめちゃ病院に行っています。でも裏返せば、政治がやらなきゃいけないのは、もちろん必要な時には病院に行く、そして地域の中に病院があるということも大切ですが、病院に行くことではなくて、どうやって日々ご高齢になっても健康でいられる環境を作っていけるのか、何か大きな病気が少しでも早く見つかることができるのか、そういうことを考えた時に、病院に行って多くの医療費を払わなきゃいけない、多くの医療費を現役世代が先払いしなきゃいけない、そこでニッチもサッチもいかなくなっているのであれば、思い切って病院に行かなくたって、病院に行く頻度、減る頻度を減らしたって、例えば地域の中でこう日々行く場所があって、そこに例えば看護師の資格があるような方がいて、ちょっとそこに日々来る人の体調の管理なんかができて、そういうようなもっともっと新しい発想で社会の制度自体を変えていかないと。繰り返しになりますが、子育ても子供の分野も今非常にお金が足りてないです、いろいろ。で、ご高齢の皆さんの分野も、それその他挙げればきりがない農業だって、公共交通だって、いろんなところにお金が必要なんです、足らないんです。でもだからといって、どん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 お金を吸って出てきて、結果今回子育てで出てきたのは、子育て支援金という名目の中で、子育て世代を含めた現役世代が多く負担をしている医療費の負担を増やして子育て支援ですよ。そんなんで子供が増えるわけないじゃないですか。子供を持ちたいと思っている方のお金を減らすんですよ。やっぱりこういうようなあまりにもずれている政治ではなくて、しっかりと人の暮らしに目を向けた政治へと変えていかなければいけないところだと思っています。いろんな話を他にも聞きます。例えば私の場合、選挙区は結構大きく変わりました。今まで選挙区でなかった以前赤いを分け、岡山の東の方が入りました。でどちらかといえばそこの地域、一次産業に関わっている方も非常に多い地域でもあります。その中でよく聞くのは、農家の方が自分の子供が農業を継ぐと言い出したら本気で止める。先ほど小川淳也さんは政治家になると言った時に、お父さんお母さんといろんなやり取りがあったという話もされていましたが、農家の皆さんが子供が農業を継ぎたいと言ったらですよ、言っても本気で止める。農業も政治も必要な存在だと思います、社会の中に。そして農業の話で言えば、もう自給率4割を切っていく、この
この先どん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 食べ物がなくなってくるかもしれない、そこの農業に子供が継ごうと言っても止めるぐらいの今ひどい状況ですよ。やっぱりなかなかこういう感覚は、私はおそらく東京のど真ん中で衆議院議員を目指してたらこういう話っていうのはあんまり触れることがなかったんじゃないかなと思っています。そして公共交通の話なんかもそうです。東京で今回都知事選挙でも話題になっていますが、小池百合子さんが最初選挙に出た時に満員電車をなくすという公約を挙げていたそうです。私も東京に当時いたので覚えています。どうやって満員電車をなくすんだという大喜利みたいなことをみんなでした記憶もあります。5階建ての電車を作るんじゃないかとか、そんな話をした記憶もありますが、もちろん東京にはそういう課題もあれば、やっぱりこの岡山地域の場合は移動の手段が、公共交通がなくなれば病院にも行けない、買い物にも行けない、あるいは今一つ深刻だと思っているのは、公共交通、電車バスの本数が少なくなる、あるいは時間が、始発終電の時間が短くなる、こういうことにつれてどん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 、例えば子どもの高校の進学の選択肢が狭まってきてます今。やっぱりいろんな問題が、終了してくださいよ、すみません、いろんな問題が出てきている中で、改めてそのいろんな課題をしっかりと聞いて解決をしていきたいと思います。まだまだ諦める必要ないと思っているから、私は政治の世界で挑戦をしています。ネガティブな話が正直多いと思います。人口の話だっていろんな話だ。でもまだまだ、例えば日本の場合は個人資産2000兆円という多くの個人資産が日本の中には眠っていて、でもそれ眠ってるんだけど、皆さん持ってるんだけど、日々の不安、5年後10年後の不安、年金がどうなるかわからない、子供の学費がどうなるかわからない、いろんな不安の中でせっかくあるお金が止まったままで動いていないんですよ今日本の問題は。やっぱりそこを教育だろうが、子育てだろうが、福祉だろうが、医療だろうが、日々の移動の自由だろうが、いろんなところの生活の安心安全を政治がしっかりと作り直していくことで、止まっているお金が回っていく、そして回っていくお金は社会全体にとって、特に今社会に出ていく若い世代のこれからの収入になっていく、そしてその結果ご高齢の皆さんの生活の安心が作っていける。やっぱりこういうような新たな社会の循環を作らない、政府が声高に賃金上げよう賃金上げようと言ってるだけではそれは何もやってないに等しいんだと思っています。改めてこの令和の時代の優しいインフラ作り、昭和の時代の大きな道路をどんどん作る、大きなトンネルを作る、それも大事な時代だったんでしょう。今はもちろん必要な道路、必要な補修、災害対策、いろいろやらなきゃいけないことももちろんあるけども、大きな強い何かを作るというよりは、日々の生活をしっかりと支えていける優しいインフラ作り、それを行っていくことで、まだまだ日本はやれるし、やるしかないと思っています。お金にとらわれる政治ではなくて、人の暮らしにこだわる政治をやりたいんです。過去にしがみつく政治ではなくて、未来を皆さんと一緒に作っていく政治をやるしかないんです。ぜひとも引き続きの挑戦、これがいつになるかわからないのがやりにくいところでありますが、いつあってもいいよと、いつあっても皆さんと一緒にこの岡山一区からしっかりと政治を変えていく、その覚悟で引き続き進んでいきますので、引き続きの皆さんのご支援をどうぞよろしくお願いします。原田健介でした。ありがとうございました。